ZRR70 ノア、まあボクシーも一緒ですがね、今回ねバッテリー交換していきます。まずね、供給見えてるかな、これね、このボンネット開けるところね、ちょうど横ぐらい裏ですね。まあボンネット開けてもらったらね、助手席側についてます。で、10mm ね、同時にねちょっと開けてもらったら10mm で、ここはね穴にね引っかかってます。こいつを外して抜き取るんですね。で、しの字ね、あの丸の間に中細い細穴のちょっと中の下ですね、こっち側に。で、この配線ね、この台になってるので、長い方ですね。長い方の裏。押してあげる。ちょっとね、カウルトップの上からね、GoPro つけていきます。で、言うてた通りにね、こいつね、片側ずつ押します。こっちとこっちですね。でね、次マイナスですね。全部ね、10ミリです。バッテリーのね、この端子の保護があればね、付け取った方がいいです。で、次ね、プラス。で、ステ10ミリ。で、ここはね、そこそこ緩めてもらって、で、抜き取ります。で、抜き取るんですけどね、結構、長穴の手前じゃなくてね、下の方にね、引っかかるところがあります。今見せようと思ったんですよね。後で見せます。で、外して上に上げてもらったら差し込みなので抜けます。結構ね、長穴の下の方にあります。反対側はね、ちょっとね、最後のこの引っ掛けですね。引っ掛け結構引っ掛かるので。これをね、かわしてもらったら簡単に外れます。もうバッテリーをね、外していきます。配線がね、落ちないように気をつけて抜きます。ここね、きれいに掃除します。
で新品のバッテリーね、入れてもらって、でここのねボルト部分をねちょっと清掃しました。でまずはねこの引っ掛けですね、まあ穴があるのでね引っ掛けてもらって、で長穴の下の方ですね、3センチぐらいしたかな、でここでねちょっとこの捨ての位置ですね、センター合わせてもらって、まずね捨て締めていきます。で、ステをね、つけてもらったら、配線をね、とりあえず止めます。でね、腐食、ね、さっきの、このマイナスのね、端子みたいに、腐食をね、防ぐのに、ね、ちょっとだけね、塗ります。反対もね、で、ターミナルをつけてからね、周りにまた吹きかけます。でプラスからねつけます。こいつねテーパーになってないのでね、結構緩めて中まで入れて、OK です。腐食しないようにね、全体塗ります。で、最後にね、マイナス。これもね、一番最後まで、奥まで入れてください。これで OK です。これでね、供給を抜いてエンジンかけます。14.28。ライトつけてね、14.18、19上がってきました。大丈夫です。で時計とかねナビとかも大丈夫です。今回はね
ちょっと固定してしました。このしの字がねちょうどね思ったよりね手前側なんですが引っかかりがね下にあります。でここのねステの差し込み部思ったよりね穴が小さいのでねちょうどあの出っ張りが出てる細い部分がちょうど引っかかるようになってます。あとはねこれねこうつまみます。で浮き上げるです。今回ねノアのバッテリー交換していきます。だいたいね4年ぐらいで交換した方がいいかと思います。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。